バカめ、この俺様にかなうはずがあるまい。かっかっかさすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の道士様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。我が主仮面の道士様は聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、もしもし。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命戻る。嘘ついた。へっへー、バーカー、そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。私の腹の中にね。ちょっと待った。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。ですか、このガキは。はっはぁ、ウェンデルの新刊と一緒に行ったガキンチョか、思い出しましたよ。やつなら無事だよ。え、じゃあ、それどころか今や強大な暗黒の力を身につけ、闇の新刊落ちた聖者として我が主仮面の道士様に私と共にお仕えする身。さすが私が見込んだだけの実力の持ち主。ミラージュパレスではナンバー2の実力者、もちろんナンバー1はこの私ですがね。お前もケビンと一緒に片付けてやら。待て、俺がやってやる。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。どうぞご自由に。獣人王の命令、そんなに大事か。
お前に話すことなど何もない。人間どもと慣れ合うような甘ったれのお前にはな。生まれながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前がルカ、俺は獣人王様から格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった。だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ。しかし俺は一介の獣人兵、それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。十分強い獣神王の後継者、お前にこそふさわしい。ケビン、ありがとうよ。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までにできるだけ強くなっておけよ。ルナ、あなた月の精霊ルナね。ええ、あなた方が来るのを待っていました。もちろん力をお貸しします。お願い、ルガーを助けて。彼の望みを叶えてあげることだけならなんとか。彼の消えかかる命を救うには、彼の言葉通り、もう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。この赤ん坊、ルガーか？そうよ。きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。そうか、ルガー坊や、おいら待ってる。いつまでも。赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。森の動物たちが赤ん坊を拾って育てる。全然心配いらない。これ獣人の常識。すごいな。ルナ、マナストーンは？この上のつくよみの塔の1階にマナストーンはあります。アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。じゃあ、まだ無事だったのね。でも
も今死を食らう男が塔の中に入っていったよ。大丈夫かな。後を追って入ってみようよ。ヒースをさらったヘンテコ親父、絶対に許さないでち。オイラも死を食らう男、絶対に許せない。一緒に倒そう。